健康的で綺麗に痩せる佐藤澄香です。今回のテーマはこちらです。取る味覚をコントロールして痩せる簡単な方法をお伝えしていきます。あなたは食欲が止まらない、またダメって分かっているのについつい食べて後から自己嫌悪ということないですか？私もありました。甘いものがやめられない、止まらないだったんですよね。また我慢するともう余計に食べてしまうというご相談も多いです。そこでこの動画では食欲をコントロールしている味覚を変えることで痩せることができるんです。もしあなたがいろいろと頑張っている割にはなかなか痩せない、またすぐリバウンドしちゃうということを繰り返していらっしゃるようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。では今回の動画の内容2つあります。1つ目です。そもそもなぜ太る味覚になってしまっているのか、その原因と、2つ目、どうすれば味覚をリセットして痩せることができるのかという、その具体的な簡単な方法をお伝えしていきます。では1つ目の内容です。なぜそもそも太る味覚になってしまっているのかというその原因なんですけれども、こちらです。太る味覚イコール味覚が鈍感にもなってしまってますよということです。これは痩せている方というのは基本の苦味や、酸っぱい、塩辛い、甘いっていう、こういった感覚が正常なんですね。で、太ってらっしゃる方っていうのはこれがもう鈍くなってしまった結果、次のこの脂肪味と呼ばれるこの味覚まで鈍くなってしまってるから太るんですよね。で、これはなぜかというと、この脂肪味が鈍くなってしまっている方っていうのはとにかくもう味の濃いものとか脂っこいものがもう食べたくて仕方がなってしまう、もう食べても食べても満足しないっていう、そういった状態にもなってしまっているんですよってことなんです。では2つ目の内容です。どうすれば太る味覚をリセットして結果痩せることができるのかというその具体的な方法があります。それがこちらです。味覚リセット法ということで3つあります。1つ目、無添加食品を摂ること。2つ目、苦味成分がある食品を摂ること。3つ目、レモン白湯を飲むことです。それぞれ詳しくお伝えしていきます。ではリセット法1つ目です。無添加食品を食べましょうですね。この逆、添加物たっぷりなものを召し上がってしまうと味覚が異常になっていくんです。その結果、甘いものや脂っこいものがやめられない、止まらないっていうね、過去の私みたいになってしまうわけです。そこでどうすればよいかというと、無添加食品を選ぶことで、具体的にどんなものが入っている時に気をつけたらよいのかということで、今回は2つ準備しています。まずは原材料名のところに調味料カッコアミノ酸などと書いてあるような化学調味料が入っているものは控えましょう。こういったものを取りますと味覚が異常になる、プラス腸や肝臓にとっても負担をかけてしまって、結果代謝が落ちて太ってしまうっていうね、もう二重の負のスパラルへと入ってしまいます。はい、そして次は人工甘味料です。別名に、糖質ゼロとかね、ノンシュガーとかカロリーオフって書いてあるのにもかかわらず甘いっていうね、お菓子系とかドリンク系によく使っていると思うんですけれども、こういったものは取れば取るほど脳がですね、甘いのにカロリー取れてないなって、もっと甘いものを食べてくださいってね、あなたに命令します。そして結果あなたはやめられない、止まらないっていうことになってしまいますから、必ずこの人工甘味料が入っていないものを選んでいきましょう。ではリセット法2つ目はこちら、苦味成分が入った食材を積極的に食べましょうです。例えばおすすめはピーマン、ゴーヤ、ブロッコリー、山菜、みょうがなどなど、ちょっと苦味があるな、ちょっとえぐみがあるなっていう食材が、その舌のね、味蕾細胞にいい刺激が入って、その味覚がリセットしやすい食材ということになるんですね。私もついですね、この間クライアントの方から「先生上手にできた」って言って、この立派な無農薬のゴーヤをいただいたりとか、あとこちら自宅から持ってきました立派な無農薬ピーマンなんですけども、こういった食材をしっかりと日頃から摂ることで、まずは太ってしまっておかしくなったですね、その味覚をリセットすることができます。はい、そしてリセット法3つ目はレモン白湯を飲みましょうです。で、ここ飲み方にポイントがありますから、しっかり聞いてみてくださいね。まずレモン自体がもう脂肪吸収を抑える効果があったり、クエン酸効果で
体の中を弱アルカリ性へと導いてくれますから、内臓のパフォーマンスが上がって痩せ体質になりやすいですよね。でここでは味覚のお話ですから、なぜレモンがいいかというと、このレモンの酸味が舌の味蕾細胞、まあ、要は舌をね刺激してくれて、その脂っこいものとか甘いものをそんなに食べたくないなっていう状態に、ね、導いてくれる、もう非常にね効果的な、まあ、働きをしてくれるからなんですね。ただレモンだけで、ね、飲むとかかじるって結構辛いじゃないですか。つまいって続けにくいと思いますから、ここで私がおすすめなのがレモン白湯を飲むことなんです。でなぜレモン水ではなくレモン白湯なのかということで、ちゃんとね痩せる理由があるからなんですね。白湯効果ということで、まずは内臓が温まるんです。そうするだけで代謝が上がるんですね。そして脂肪燃焼効果がアップしたり、消化吸収が良くなったり、まあ、デトックスむくみ改善などなど、まあ、普通の冷たいお水よりもやはり白湯、温かいお湯の方が痩せ効果はもう何倍もアップしますよってことになります。そこで私が今ハマっているこのレモン白湯なんですけれども、普段はこちらです、イオンのトップバリューのグリーンアイのブランドで、オーガニックのレモン果汁なんですよね。こちらイタリアのシチリア島産の有機レモンを 100% 使用したストレート果汁で、もう無添加、しかもオーガニックでね美味しいんですよね。なのでまあコップ1杯あたり大さじ半分から1杯ぐらい、まあ、その日の気分によって決めるんですけども、私はもうこれで簡単に作ってます。でここで飲み方のポイントなんですけれども、レモン白湯をその作った時にゴクゴクゴクってね一気に飲まないでくださいってことなんですね。なぜかというと、このレモンの酸味を舌に刺激を入れる必要がありますから、一回こう一口ねクッと飲んだ後、しばらく何秒かですねお口に含んだまま、その舌にねこの酸味の刺激を残していただきたいんですよね。でしばらく口に含ませて、舌にあーこれ酸っぱいなっていう感覚を入れ込んだ後にゴクッと飲んでいただきたい、まあ、要は一旦お口に含んだらすぐ飲み込まずに、しばらくお口に溜めておいてから飲みましょうということになります。それが味覚を変えるポイントになるんです。さあいかがでしたか。先生これなら私も今すぐできそうというのがね一つでもありましたら、今すぐ取り組んでみてくださいね。もう甘いものや脂っこいものがやめられない、止まらないって悩んでらっしゃる方は、ぜひ1つ目無添加食品を食べること、2つ目苦味成分の食材を食べること、3つ目レモン菜を飲むことから始めてみてくださいね。では今回のお話は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。